白石洋一は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、今治市立日高小学校生の時に、電話級アマチュア無線技師試験に合格、愛媛県立今治西高等学校、東京大学法学部卒業。クラスメイトには、達祖拓也、新川博史や伊原和人など、同級生には、伊川元隆などがいる。東大在学当初は、 高校時代アイスホッケーの社会人クラブに所属していたことからアイスホッケー部に所属。大学卒業後、日本長期信用銀行に入校。1993年、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院で MBA を取得した。1997年、長銀ニューヨーク支店に赴任。長銀の経営破綻により、2000年に監査法人。 KPMG ニューヨーク事務所に入所。911事件に家族で遭遇。2004年、稲森財団稲森フェローに入塾した。西条市に在住し、2007年2月、次期衆議院議員総選挙への立候補を表明。2009年の第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で愛媛3区から出馬し、自由民主党新人の白石徹を破り、 初当選した。小選挙区比例代表並立制の導入後、愛媛県の小選挙区では自民党の候補者が議席を独占してきたが、白石洋一が初めて非自民系の候補ながら議席を獲得した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、前回下した白石徹に敗れ、超複立候補していた比例四国ブロックでも復活できず落選した。 2014年の第47回衆議院議員総選挙でも自民党の白石徹に敗れ、再び落選。2017年3月、白石徹が現職のまま死去。白石徹の死去に伴う愛媛3区補欠選挙に出馬の意向を表明し、7月に民進党から公認を受けた。しかし、衆議院解散により補選は中止され、総選挙の中に組み込まれた。 前原政治民進党代表が9月27日、民進党を事実上回答し、希望の党から原則立候補する方針を表明したため、白石も希望の党から出馬し、白石徹の次男であり自民党の公認を受けた白石博樹ら3候補を破り、5年ぶりに国政復帰を果たした。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された、 国民民主党に参加した、ありがとうございます。